新立綱領表紙新立綱領は明治政府の下で反復された最初の刑法典。1870年12月に発布され、1873年の改定律令により内容補充と体系整理が行われた後、1882年の休憩法施行により廃止された。明治維新により立ち上がった明治政府の下 それまでの仮計律に代わり1870年12月に発布された新律綱領は全六巻8図14律192条からなる刑法典である。民進律をもとにして1870年11月2日に新律日下げ綱がなり、後新律綱領と解消され、旧暦12月20日に半布の上悟が出た。 江戸幕府のくじ方おさだめがきや中国の大民律、大新律を参考に、当時のおさかべ大輔だった、佐々木隆之のもと、法制官僚の水本成美、鶴田明、村田保、長野愛明によって作成された。聖形として語経が規定され、家族や士族に対して、ウルーを採用していたほか、類推適用や、訴求校を認めるなど、財経法定主義に乗っ取らない全体的な、 警報点であった。仮刑律は、純則のため警報幹部内のみで共有されたが、新律綱領は、不判権に反布され、翌年には、書籍としての印刷販売が許可されたため、国民が広くその内容を知ることができた。1873年6月13日に、改定律令が発布、7月10日に実施された際には、前年に成立した、懲役法にのっとり、 五景のうち地罪、杖罪が、懲役に置き換えられた。1876年6月10日、改定律令第318条が改正され、断罪は証拠によることが規定された。新律考領及び、改定律令は1882年の休憩法、施行まで効力を発揮していた。1868年、江戸幕府の大政奉還を受けて誕生した。 明治政府は五カ条のご正門を示し、五房の掲示を行った。体系的な法律を即座に制定し交付することが難しかった。明治政府は、同年10月に行政官の二つを行い、刑罰について、旧幕府、藩の刑法を適用する旨を明らかにした。そして同時に、以下の特筆すべき罪罰について言及し、内容が変更となる旨が通達された。 個別具体的な内容については交付はされず、124の条目からなる仮計律として運用された。しかしながら近代化を推し進めたい。明治政府としては、旧体以前とした仮計律からの脱却を加速させるべく、1869年10月7日、業部省に対し新実の返算を命じた。編算は、水本るみ、鶴田明、村田も 長野あやらが担当し、新立綱領と命名された。1870年1月20日、大上官により、新立綱領の交付が予告され、同年12月27日に全国反布された。1872年に江藤新平が司法教に就任すると、フランスから法典の研究、翻訳が盛んに行われるようになり、 1873年6月13日に、司法省より、新律考領を補足、修正する改定律令が反布され、内容も条文形式が採用されるなどフランスの刑法の影響が見えるようになった。改定律令制定後も、大北加藤の下で、ギュスターブ・エミール・ボアソナード、ナムラ・タイゾ鶴田・アキラ、山田・明キらによって、刑法典の編纂は続けられ、 1880年7月17日にフランス刑法を反とした近代的刑法典である旧刑法が布告されるに至った。これに伴い新律公領は1882年に旧刑法の施行により廃止とされ、その役目を終えた。新律公領は命令律上13条、命令律下27条、職成立15条、都婚律11条、続等。 律22条、人命律上10条、人命律下16条、投稿率14条、バリ率5条、訴訟率8条、受葬率10条、詐欺率9条、反官律5条、雑犯律10条、保護率6条、断獄率11条の合計14律192条が、全6巻に編纂されている。内容として、命令律で刑罰の執行方法について、 規定しその他の利益で個別具体的な場合について、罰則規定を設けた。刑罰は五刑及び、ウルー刑を設け、身分による刑罰執行方法を区別している。ウルー刑では知財を禁止、杖財を閉門都財を禁固、流罪を偏境地守備役、死罪を自裁で代替できるとした。死罪については、公主刑及び、斬首刑を基本とし、教主の制度が一部残存した。 食生率では家具を中心とした刑罰が規定され、公文書の破損にや棄却、誤児などの罰則、離職についての規定などが盛り込まれている。全体としては、家制度が色濃く残された規定が多く制定されており、人命率において家族の殺害はスクシ系とされていたり、東王率において妻が夫を殴り、大病にいたらしめた場合は死罪、その逆は、 無罪といった内容が規定され、バリ率では、職会や家族関係などにおいて、下の者が上の者を罵った場合についての罰則が規定されている。訴訟率においても子、孫、妻、かけなどが親や夫を告訴する場合は増犯とされ、処罰の対象となっている。また、仮刑率で存在していた復讐規定は1870年に禁止が決定され、 新律考慮からは削除された。ありがとうございます。